おはようございます。ナーキーです。ブンブンハロー YouTube で、ね、マネですけど、今日はですね、フライトジャケットの紹介なんですけど、実は、去年、やっちゃいました。お風呂でですね、アベリックスのですね、B3 アベリックスなんですけど、これをですね、お風呂で洗っちゃいまして、なんかとんでもないことになってしまって、べちゃべちゃべちゃーみたいな。で、乾かしたんですけど、ゴワゴワで、なおかつ、この破れてしまったのと、それからリブがですね、もう取れてしまいました。これが取れてしまって、これこっちも取っちゃおうかな、バランス的に。で、これで、実はですね、私、革職人の方というかね、その知り合いなんですけど、その方にですね、前破れたとこ修正してもらったんですよね、こういうふうに。で、そこがまたさらに破れてしまったというか、最悪ですね。せっかく直してもで、また直してもらうっていうのも、どうしようかな。なんかいろんなとこが。背中も破れてるし。まあどうしようかなという感じなんですけど、まあもう春になったから着ないですけど、でも革って、まあある意味殺生じゃないですか。で、どうなっても着てあげるというか、まあそういう感じになるんでしょうか。これどう？これどう？おしゃれ。まあそんな感じで、はい、ナッキーでした。